はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフト、ザ・ファームです。はい、レゴマインクラフトといえばこちらのザ・ファーストナイト。これ前作ったね。うん、はい、そしてザ・ケイブだね。うん、この二つを今まで作ってきましたね、うん。なかなか面白いし、遊べるんだよね、これ。普通に遊んでて楽しいんだよね。そうじゃん。エイシン君もよくこうやって遊んでおりますけれども、今回は第3弾としてザ・ファーム、これを購入しました。こちらですね、いつもアマゾンで買ってるんですけども、これはなんと、レゴショップのクリックブリックに売っておりました。5月22日か何かに、日本で再販されたということで、たまたまね、お店にあったんだよね。で、購入しました。もしかしたらもうね、クリックブリックにはないかな。お店の人の情報では当日のうちに結構売り切れちゃったっていう話だったので、もしかしたらですね、アウトレットとか、そっちの方が残ってる可能性はありますね。はい。本当はもうちょっと買っときゃよかったね。ネザーのやつとかね。蝶のネザーのドラゴン。そう、ネザードラゴンですね。エンダーマンとね。ちなみにこちらのセットにはですね、このスティーブとスケルトンと牛と羊がついてきておりますね。なんかこの見た感じだとかぼちゃとかあるよね、サトウキビとかで、箱の裏にはですね、かぼちゃのマスクをかぶってスケルトンを追いかけるスティーブが乗ってるね、はい、では早速こちら作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・ファームですね。はい、前景はこのような感じになっておりまして、一番前にここにスティーブがおりますね、はい、そしてここに牛さんでしょ、で羊さんでね、でここが柵で囲ってありますね、はい、こんな感じ、ここから水が湧いて出てるね、で周りが石で固まってて、こんな感じで水流れてるんだけど、ここに畑があるね、で野菜が何やら育ってるね、これは人参だね。そう、一個、これもう生えてきたってことだね。うん、周り全部じゃあ人参育ててんだ。うん、で、これサトウキビがありますね、うん。はい。で、ここにカボチャありますね。うん、松明2本あって、これマインクラフトでよく出てくる白樺の木ですね。こっちの方が綺麗な木だもんね。うん、加工すると綺麗な色の木になりますね、うん。で、ここにスケルトンがいますね。木の下だからさ、まだ生きてるよ。うん、ねえ、気をつけないとね。はい。こんな感じでございます。このね、箱のここにね、Build Your Own Creations って書いてあるんだよ。要はですね、自分で自由に組み立てて遊んでくださいって書いてある。そう、だから別にね、説明書通りの作りで遊ばなくてもいいんだよ。もう自由に、組み直して、自分風のお家とか、マップを作っちゃってもいいわけだよね。本当のマインクラフトみたいに。そうだね。そうなんだよ。それがでも本来のレゴの楽しみだからね。よく寝た。よし、今日は農場に行くぞ。カチャンカチャン、よいしょ、どっこらしょ。お、人参が育ってる。早速収穫しよう。よし、人参ゲットだ。わあ、スケートーン。よし、剣を装備して戦うぞ。よし、よし、戻ってきたぞ。あれ、顔がかぼちゃになっちゃった。はい、ということで今回はレゴマインクラフトザ・ファームでした。